ヒカル、これ何、今日はこれで生活してもらうわ。無理やろ。いや、結構 YouTube のコメントでヒカルに1000円で生活してほしいみたいなコメントが結構あって、それに高評価結構ついとったから。1000円で生活は無理やろ。もうそもそもこのタクシーの土地に多分1000円超えるで。いやいや、食費やから、それぞれいけるやん。食費でも1日1000円は難しいと思う。いや、難しいから面白いわけやん。しかも福岡行くから1日1000円で福岡楽しめへんから、何も食べれへん。いや、楽しめるやん別に。そんな安くてうまいものがいっぱいあるやろし、そこはもう工夫次第じゃない。 YouTuber としての腕の見せ所というか、やっぱりそういうのを求められとうというか、これからギャップ、これからの時代。結構コメントでも確かにあったもあったんやけど、俺の貧乏生活みたいな。そう逆にその金持ち YouTuber で売っとうから、お金使ってへんやつが見てみたいみたいな。とりあえず受け取ろうよ。で、飲み問題って結構やばいで、リアルに。だって俺1日過ごすときに飲み物めっちゃ飲むから、今日だって別に福岡にライブで行くわけやから、さすがに飲み物飲めへんかったらもう終わるから。まあでも2リットルとかで200円とかもあるから、工夫しながらってことね。そうまあじゃあ今からスタートで。そうですね、今から1000円生活。でもリアルにコンビニしか行くとこないって意味がないかな。スーパーがあるんやったらいいけど、福岡でわざわざスーパー行く余裕あるんかどうかさ、謎やから。ほんまに、いやー、いつ以来かな、19とかぐらい以来かな、うん、俺ほんま一回自販機の下とか覗き込んで小銭探すような時代もあったから。その頃ほんま1日多分500円とかのスーパーの味見できるやつあるやん、うん、あれ毎日食べる食行ない、うん、あれ5週ぐらいしてたもん普通に。1週目食べておばちゃんに美味しいよって言われながら食べて、2週目ちょっとまた気になったんで来ましたって、それ5回ぐらい繰り返して、あんた結局買わんのかいなって言われてっていうこともあったぐらいやから、貧乏生活みたいな俺もしてきたから、実はリアルに。まあだから初心に帰るというか、そういう気持ち。別にそのコンビニの飯よく食うけど、ただまあ、全部コンビニで終わることはあんまないから、まあ、言ってもいっぱい買うから俺もコンビニでガーって買って、好きな方だけ買って暴飲暴食するわけやから、1000円っていうこの限られたビデオさん1枚で今日乗り越えるってワクワクするけどな。前さんと違って俺って YouTuber やから生粋の。いや俺も YouTuber で一応、前さんそんなカメラマンが一時パーマ当てんて。いや関係ない、別にそれは俺の気分の問題だし、さりげなくパーマ当てて、俺のパーマどうみたいな顔しとったけど、俺はあえて触れんかった、そこで。多分お前も俺にあれちょっと今日いじってこへんなみたいな。まあ俺はもうそこあえてただただ心の中で気持ち悪いなっていう、いつか動画回った時言ったろうと思って俺ためとった、そこまでプライベートでさ突っ込むから、うん、別に今言う必要もないし、そういうだからしょこたいなことしてるんだ。俺ええやん、そんな別に気分に髪型変えるぐらい、そんな YouTuber とか関係ないよ、そんな髪型変えるなんか別に、そんな一般人がたまにやりたいことや。俺が嫌やねん。一般人がどうとか世間の常識とかじゃなくて、一緒に一番近くにおる俺のパフォーマンスが落ちてまうねん。パーマ当てたけどさ、前髪隙間入っても取るぞ。ほんまに。いや、俺まだセットしてないから、今日はどうせ佐々木さんにセットしてもらうから、わざわざセットせんかったわけ、別に。セットしてないって言っても、昨日セットしてもらった直後でもここめっちゃ開いとったから。ほんまは隙間きっちり開いとったからな。やっぱ受けはいいというか、受けがいいとかじゃないから別に、俺の受けが一番大事やから。お前の受けなんかどっちでもいいし、俺が受けてんかったらお前これからの俺の仕事の業績落ちんねん。だからやったら仕事で綺麗な人横置いとったら仕事の業績上がるみたいな話だけど、今のお前のパーマあったら俺の業績落ちるから。いや、だから関係ない。逆にしかも俺ストレートの時も何でもさ、俺が髪の毛切ってそれめっちゃええんで言われることないやん、一回も。だから結局一緒じゃない、そんなこと。だからもうできればもう健康性の同士無駄な抵抗っていうか、なんかそのずっと何もせんといてほしい、変化のない生活を送ってくれたら俺も別にそんな大して喜怒哀楽もないんやけど、今もうどうしかないもんな、どこ愛しかない。いや、やっぱ刺激が欲しいわけ俺も、やっぱり。たまに変えてみて髪型を遊ばしたい。でも何回も後悔してるんですよ。いや、後悔してないんで別に俺ら。ちょっともう喋るとこ、もう喋ると思う。やっぱせっかくやから、その福岡ならではのもんとかも食いたいとは思うけどな。絶対食うんだって、もう博多ラーメンいっぱい、まあ、いや、300円とかも多分あると思うで、安いやつとこで。いや、300円やったらいけるやろって。好きがあるからって話、福岡得意のものを1個食べるってことが一応それやと思う。まあだから最初に使わずに節約して100円200円やけど、めっちゃお腹が膨れるタイプのやつってあるから、そこでしのいで福岡までに残しとくってできるかも。まあそれはそうやろ、絶対できる。東京でも正直500円とかさ終わるから、東京でまあ使うのはもう正直200円ぐらい。ただ飲み物が問題やね、何も持ってないもんな。持ってないからさ、できるだけでかい容量のリプトンのミルクティーとかあんなを買ってっていう感じになるから。じゃあまあとりあえずしばらくタクシーなんでゆっくりしておきます。よっしゃ、空港着きましたよ。とりあえずまあ売店行きます。もう腹も減ってるし喉も渇いてるんで、ここ最初の勝負やから。まあでもここ我慢せえへん。ついてこい。どこやねんこれ、入り口。いや、ここやろ、ここやろ。これ買いたいな。いや、絶対あかんやろ。ジャンボシューマイ買いたいな。もう終わりやんこれ。いや、マジで全然売店安いのなくない。てか普通コンビニ入ってないからさ、きつくない、こんなの。どれも買えへん。確かにめっちゃうまそうなんやけど、いつまで絶対ここで買っとうのに。まあ尺やろ、何にも買えへんからな。もうちょっと安いとこ探すわ。この辺めっちゃうまそう。あー、これ1000円ぴったし。ここ行って一日中食べとくって手もある。絶対あかんやろ。普通の佐野花火弁当とパン飯とホタテの3品がお醤油の炊き込みご飯。うわ、ただ店員さん僕あれなんですよ、今日1日1000円生活やってるんですよ、はい、だからもうここ食べちゃったら今日1日何も食えなくなっちゃうんですよ。店員さん僕が買いますじゃん。
税込みでこれが1000円ピッタっていうのもあります。これめっちゃまさに、これやばいよ、2000円で食いてー、これ、うわこれ絶対うまいですよ。これ今羽田空港だけの取り扱い、これ1個で、これ1個で税込み2000円、はい、まあ、買うなこれ1個で大丈夫です、買います。はい、僕が買います。はい、ありがとうございます。飲み物だ、買おうかな、うわ迷うなこれ。自動販売機で何買うか悩んだの、つぶりだよ。どれ飲みたくて悩むかとかじゃなくて、値段見て悩むの、つぶりだよ。まあ、無難にイロハスじゃない、高いんやな、結構ここ空港やからか分からんけど、いや高いな。で一応気になったのこれ博多だし、あめっちゃうまそうやし、しかも福岡行ったらちょっと博多やしいいなっていうと、はいはいはい、ちなみに僕はこれ買いました。いやもう行ってて目の前で食ったろかなと思って、これもうさっきより我に壺なっとるで、パーマめっちゃムカつくなその顔見たかった。うわーちょっと一旦これ高すぎるな、行くとかコンビニの方絶対な、福岡まあ、まあ、絶対そうだな。ちょっと一旦これ耐えます。あ耐えるんや。1000円福岡まで残して、とりあえず1食目はここで迎えたくないんで、なんか飯食べながら飲みたいから、飲み物なくて結局摂取したところで意味ないから、確かに。ちょっと一回ここ耐えしのぎます。福岡行きます。福岡着いた。めっちゃお腹すいた。喉も死ぬほど乾いたしな。でまあ水出てきたけど飛行機の中で。でも俺水はあんま好きじゃないから飲んでない。飲んでないし、どうせやったらちゃんと企画通りほんまに1000円中だけで飲み食い全部終わらそうかなと。そっちの方がやっぱ感動もあるから、やっぱ食べた時の。まあ確かにね。とりあえず今からちょっと福岡のコンビニかどっか探していきます。そこで一旦最初の食事いますかね。ライブ前に何とかしとかないとね。腹ごしらえ。三色丼うまかったわ。行こうか。マイさんさ、もうちょっとさ、カメラ近いから、これもうちょっと抑えて、もうなんか喋らんでいいから。ごめん。マイさん、飛行機の中行ったからわからんけど、髪の毛、パーマからすごいうねり、大海賊時代迎えたよ、お前髪の毛。グランドライン制覇したみたいな髪型になったよ、お前。やばいな。ええやん、別に。はい、コンビニ着きました。ここでちょっとね、腹ごしらえた喉を潤しますよ。絶対イロハスやもんな。俺は絶対ここやわ。まあ、やばいや、そんな量少ないやつ行って。水全部嫌いね、俺。あ、でも138円だろ。これめっちゃええやん。麦茶やな。1.5 リットル。うわぁ、これチョコパンないここ。100円で死ぬほどコスパいいんやけどな。これのチョコパンがあんねん。売り切れとるやん。ちょっとわさびのりたらこう。5枚。13円。あとポテトフライもちょっと食いたい。約オーバーしよう。まあ、一旦これでいこうかな。やっぱこのずっしりあんパン、実家でよく出てきたんですよ、これ。安くて量が死ぬほど多くて、あんこの量もめっちゃすごいんですよ、これ。本も俺チョコパンがいいんやけど、まあ、しゃあない。これ買います。はい、してきます。できました。396円。かなり抑え込んだかなっていう感じ。抑え込んではないや。600円。言ってまあパンが結構後ら辺まで効いてくるから、飲み物と。だからもうここでトンドのお腹を満たして、夜までは一旦これで耐えれるかなっていう感覚。じゃあ一人行きますか。はい、今移動中なんですけど、疲れてタクシー寝てます。今日は編集とか撮影とかで寝れた時間ほとんどなかったので、飛行機も寝てましたけど、こうやって移動時間に寝てるって感じですね。まあ、ライブ頑張れって感じです。あとまあ1000円生活ね、福岡で頑張ってほしいなと思います。行きますか、ちょっとライブ会場。今 A2 ぐらい完備しとる。でもこれはダメですから、今日は。あーやばいな、これ食べれません。パッてやるぞ、しっかり。そうそう、もう俺ぐらいのレベルだったら、そういうのを我慢するとかの次元じゃなくて行きとうから。これぐらいのこと何度も乗り越えてきたから。いや、まあまあ、今みたいに困ったら泣きついてどうしたらいいじゃないね、自分で考えんね、全部な。じゃあ最初の一杯、今日の朝の一杯いただきます。厳選ミネラル麦茶。あ、でもここまで我慢したお茶うまいと思うで。うますぎこれ。しかもまだまだよ、1日持つなこれで。なんかライブの時は俺これを横に置いて歌う。本来水とかカルピス用意されるけど、これでいくから。では福岡での1食目いただきます。一つ一つ噛み締めるように食べていきますよ。わさびのり太郎、これはね、鉄板と言っても過言じゃない。コンビニ行って見かけたら、ビッグガスとわさびのり太郎はどうしても買ってしまう。いただきます。めっちゃ匂いがええなこれ。パリパリの時とヘニャヘニャの時やないけど、パリパリの時のわさびのりたらマジで結構満たされんねんな、これが。で、ポテトフライと粒あんぱん。この粒あんぱんでまあ正直お腹って満たされるんで、この辺はもうほんまに自分の幸せのために買ったって感じですね。限られた生の中で食べていくことだけに収集するんじゃなくて、自分が幸せになることも同時に考えていくっていう、これが大事なんですよね。お金持ちだから幸せとか、人気者だから幸せとかっていうことは全くないんです。別にお金がなくても幸せになれるわけで、そこって本当意識の問題だと思うんですよね。ポテトフライ食べるだけで幸せになれるんですから、普段の話したら。でも多分人ってその幸せのハードルを勝手に自分の方に上げちゃってるから、大きなことを成し遂げないと幸せになれないって錯覚してるだけで、実は本当に日常生活に幸せってたくさん潜んでると、そこに気づいていくことで実感していくんだなっていう。だから今なんて俺と前さん、前さんの方がいいもん食べたっけ、圧倒的に俺の方が幸福度高いですから。いや、そんなん分からへん。いや、分かるって言われた。1億によって1億にそのパーマした瞬間、幸福度ガーン落ちるから。いただきます、このポテトフライね。これも味がめっちゃ濃いんですよね。うまっ、これもう味良すぎるやろ。小学生くらいの頃から食べたけど、ほんまに体に悪そうな味するし、油とかめっちゃ使ったやろし、脂質もこれ 4.1 ですからね、買ったこれだけの容量で。って考えたら、すごい太りやすい食べ物あれやけど、まあ味はうまい。
まあ、大人になっても食うもんな俺。今回その1000円生活やからとかじゃなしに、いまだに月に4つ5つは食べますからね俺。うん、オッケー。何やかんやでも腹満たされていくな。もうあと多分アンパン1個かにも食ったらもう普通にお腹いっぱいになるわこれ。やっぱコンビニ言うともうほんま安くてうまくて結局腹満たされるから1000円でこんな大してしんどくないよなと思ってきてる自分もおるもん。じゃあラストツバンパンいきますかね。これはね、なんでこの値段で売ったっていうぐらいのクオリティ。俺の実家に絶対に1個置いてあって、お母ちゃんとか俺のお母さんとかツバンが好きやったからツバンやったけど、俺はもうチョコパンないとなんでチョコパンじゃないねんっていう喧嘩を何度もしとったっていうぐらいの昔からのあれなんですよ。これね、この大きさで、あん見て、はみ出てもとんねん、入れすぎて。あんこ詰め込みすぎて、この大きさの割に質量めちゃくちゃ重いんで、これ食べたことないんでぜひ食べてみてほしいんですけど、この値段でこのクオリティ出してくるかっていうあんパン。パンってやっぱさ、パン自体の生地が多くて中身入ってへんみたいな多い。あーあれな、これその逆やねん。中身入れすぎ、山盛りのご飯にご飯で全部かける、その分量逆なってもとんみたいな。コスパめっちゃやまんな。コスパしかない。いただきます。見て、うまっ。あんこがどこからでも始まる。ここちょっとちぎるやん、ほら見て、このあんこの詰まり具合、これねって、これ。しかもこのあんこがマジで質のいいやつ。なんで逆にこの値段なんやろなっていう。これを食べてしまうと、他の100円の良さそうなパンで、あんまり具が入ってへんやつが、物足りになる。ああ、確かに。これぐらい詰まっとくん大事やなっていう。やっぱ肉まんとかでもさ、めっちゃ詰まっとうやつもあれば、全然詰まってんやつもあれば、そうじゃないわけよな、これは。結構満たされてんじゃないもん。もうお腹いっぱいな。つばの、ほんま久しぶりに食ったな。もう20とか21ぐらいかな、これ。うまいわ。でも、まあ、せっかく福岡来とうから、コンビニでどこでも食えるわけや。あと残りは福岡ならではの。残り600円ぐらいあるんですよね。その分量、どう使っていくのか。ライブ終わりまで食べるやつ多分もうこのあれでやって、もう無理やし。ライブ後ですよね。要は本来打ち上げがあるんですよ。でそこに行かずに安いラーメンを探すっていう。それでも別にフィニッシュでいいもんな、俺。で、朝は、ワンチャンこれ残しとく、ちょっと。はい、リハーサル。いきます。一丁、頑張っていこう。早い。お願いします。ちょっと僕これで飲み物飲んでいくんで。わかりました。それしか飲んじゃダメです、ヒカルは。じゃあ、いつもの捨て通りいらないですか。そうっす。わかりました。麦茶でしのぎます。わかりました。はい、どうも。ちょっとリハーサルにお茶を飲みすぎてラインがちょっと下回って。確かに結構入っとうな。今日はどんなセットで？センターオーケーって言ったじゃん。お前聞いとった。鏡で前さん食べて10月映して。いいでしょ普通に。こんなこれですよ。今日朝あったら急にパンもかけてたもん。ビビったどうしたの。でも良くないですか今佐々木さんのセットで。何があったんですか。浮気してる。浮気してないですよ。髪型変えただけで浮気っすか。僕が気持ちは浮気取れない。気をつけた方がいいよ。こういうとこからバレてるから。サビのり食べてるからね。ライブ前にこれからライブだっつうのに喉に刺激当たるんだよ。確かに。ねえ、てかね、ヒカル君のね、肌のツルツル加減えぐい今の。俺ね、言われる、なんでそんな肌綺麗になったんですかって言われるけど、こういうのないけど、マジで手間と金をかけとる。確かに。ほぼ金。確かに金出せないですよ、そこまで。出せない。けど出したら本当にこんだけ変わるんだなっていうのがわかるからね。確かに。まあでも努力もしてますよね。いろいろサプリメントが飲んだりとか。サプリメントも飲むし、もちろん化粧水とかも飲んだなって出てくるし、パックもするし、最近言ったら目のマッサージも顔のマッサージも準備するし。いいなと思ったら全部やる。もう結構だから1週間に1回は1頭みたいな感じだもん。何かしら行ってる。逆にだからマッサージとか行く回数が減ったんじゃないほんまに。マッサージも同じくらい行ってた。行ってんだよ。リアルな話、マッサージを美容代とするならば、美容代だけで髪の毛のセットから全部込みで行ったら月に最低額はかかっとる。だそもそも髪セットを毎日してもらう時点で結構行くもん。5000円かける30日、ヘアカラーとかたまにやるから20万ぐらい。プラスアルファで肌をきれいにするためのやつが3週間に1回やったやつが1個あるのと、2週間に1回やったやつが1個あって、その両方でまあ10万ぐらいするから30万ぐらい。もう月にまだそこで50万ぐらい。プラスアルファでマッサージとかも行ったりする。化粧水とかもやっぱいいのかな。あー確かに。そう考えたらエグいな。本気でも肌をきれいにしようと思って頑張ってるから。いやめっちゃきれいだったもんな。全然もうビビるぐらい。マジでデータが消すような技術が今もうあるから、それをいっぱい試して自分の顔で実験して一番何が効くのかとかも分かっとるから、ほんまに完全無欠品。ノーマルカメラで撮っても、まあこれノーマルカメラやけど iPhone のノーマルカメラで撮っても接写してもビビるぐらいきれいですよっていうところまでいったら全てを公開していこうかなって。俺のノウハウ。ノウハウをただツルツルねぞと、まあ、これをやれば絶対いいぞっていうのを実体験をもとに展開していこうか。はいはい。ただ金はかかると。もちろん金はかかる
かるけど、結局無駄なところに他に使いたくないやん。10万のやつでもいっぱいあるわけ、種類が。フィーリングとかライムライト、ジェネシスやらダーマペンとかいろんなあるわけ。どれ選べばいいか分からへん。まあ確かに、どれが一番綺麗になるんだっていう話するなわけや。俺は全部やっとるよ、全部やっとるけど値段は一緒やん、はい、でも効果は全然違うからね。やっぱその症状にもよるんやけど、自分のそういうのも全部やっぱり俺は経験して突破してきとうから、もう鼻の毛穴とかがマジ消えたよ。ああ確かに、鼻はほんまやばいもんね。ツルツルやもんね。だいぶ変わったな。結局努力やったもん。努力とお金ももちろんそうなんやけど、そこも努力みたいなもんや。まあ確かに、お金があっても行かへんやつも行かへんから、はいはい、ダウンタイムとかさ、要はマスクとかしとるときあるやん、俺って、まあまあまあ、めっちゃ赤くなったな。その時って赤いの隠したりとかしとるわけ。こういう細かい努力をわざわざできるかどうか。全部やってきたもんな。全部やってきた。これからもずっと続けていく。俺は肌が綺麗になってツルツルになってもまだやり続ける。人って年取っていくから、年取ったら垂れ下がっていくわけやん、筋肉って、はいはいはい、そこを全部に逆らっていく。宮迫さんとかもう50歳でめっちゃ赤く見えるやん。めっちゃ綺麗じゃん。あの人は芸能界で生きてきたから赤抜けで、うん、見られたもん、人から手入れしとったらもっともっとすごいと思う。それもジャニーズの人があって手入れとかしとるからめっちゃ綺麗やん、若いし。だからそこを俺も目指したいなって。どうせやったら、まあ、28やけど、ほんまにそれこそ35とか40になっても20代にしか見えへんぐらいにはしたいなっていう。でそれにまあ言ったら商売道具みたいなもんやから、顔とかが。確かに。じゃあもうそこにお金かけた方がいいなっていう。どっちにしろお金使うところが他に5ランド欲しいとかないから、車欲しいとかも別にないし、家がどうとかないから飲みに行ったりもせえへんし、じゃあそれやったら自分磨きにお金かけようみたいな、うん、っていうことですよね。飲みに出まくってる人、月100万使ってる人とかいるじゃないですか。結構いると思います。それはだから飲みに使うか、こう美容に使うか。そう、そう考えたらかなり優秀な使い方してますよね。確かに。本当にトラブルにもならないですね。歯医者みたいなもんやね。歯のメンテナンスで定期的にした方がいいや。肌もそれと一緒で、日本人の感覚上肌に対する意識が低いから肌にお金かけるの高いって思うかもしれないけど、はいはい、韓国とかだったらもうみんな美肌が当たり前なわけ。肌が綺麗じゃなかったらそもそも論外みたいな。例えばアメリカとかって歯が白いのが当たり前や。歯に対して歯並び悪かったら論外みたいな。あ、そうやな。そう、歯が汚かったらお金持ってないんだと思われるぐらい、そういう文化なわけ。だから日本がそうじゃないだけの話で、今まで生まれてきた環境がそうやったからってだけの話で、全然おかしくないよ。肌とか歯にお金かけたりとかするのって普通というか、自分の勉強でさお金かけないんだったらそっちも金かけた方がいいやって。まあそもそもさ、見た目が9割の世の中だから、東大行くより肌綺麗してかっこよくなった方が正直上やった。確かにね。得するもんな。得するわけ、そっちの方が。だってさ、女性とかでもそうだけどさ、高学歴の人より、ただ見た目が綺麗とか可愛い人とか上やんか。まあ、結局、得する世の中で。じゃあそこに何百万投資するんだったら、肌とかに何百万投資してもありなんじゃないかっていうふうに、おい、説得してみて。俺はそう思う。マジで。全然間違ったこと言ってないんだもん。だって、ほんまに見た目で判断される世の中だから、女子アナになろうと思ったら、能力だけじゃ無理ないんで。見た目みんな綺麗やん。ミスなんちゃらばっかりやったっとるの。別にそんな滑舌も良くないし、能力もそんな低いのに。そう、実際そうや。そういう方もいますよね。それも多いって結局。こういう方とかじゃなくて、そういう世の中っていうことを俺はもう分かっとうから、それもちろんそうじゃないパターンもあるかもしれないけど、結局そういう風に世の中できてもっとんやん。大手企業なんかみんな綺麗な人ばっかりやん。まあ綺麗人ばっかりな。ほんまそうやん。だって印象がいいんやから。だってさ、 CM でさ、歯ガタガタの人出とったらさ、どんだけその人の心が綺麗でもさ、いいものに見えへんやん。確かに。っていうことだと思うから、そこでは判断できるもんね。そう、だから人はやっぱそういう肌とか清潔感でと判断するから、うん、じゃあやっぱそこに対して気を使ってお金をかけるっていうのは普通なんじゃないか。勉強にお金かけるって大事だし、塾からそれと同じ感覚で歯医者行ったりとか、中学生ぐらいからニキビとか本気で習っとけば、大人の時絶対効果せへんから。俺はそれをやってこなかったから、やっぱり大人って頑張ったしっていうのはほんまに思うな。これがこの千円生活で一番伝えたこと。いやマジでさ、笑えるじゃんと。そう、いや笑い事じゃなくてほんまにそうやからさ、綺麗事の時に世の中ってそういう風にできとうから、ブスの方が得した事例教えて、マジさん。そんな笑っておるよさ、俺が言っとる極端な話で、お前それ言い過ぎなんじゃないかって思ったかもしれんけど、綺麗事の時にしてさ、自転車ブルーやめようぜ。いや偽善者みたいだから、単純に多分そのお金が出てるの無理やと思うの俺はもう。だから大学行くお金を大学に行かず、それをそっちに投資した方がいいんじゃないかっていう例えとしてね。だって10万20万は絶対作れるから。大学何百万かかるやん。今って学歴も取っても職がない時代だから、じゃあ別に確実に空手にならへんだったら肌綺麗にした方が絶対俺上やと思う。そういう考え方もありじゃないよねっていうことを言いたい。美容にお金かけておるとバカにするっていうのは今寒い時代的に。バカにしてないんじゃない今別に。いやでもそういう人おるって、整形したらどうとかっていう。ああ、そんなところにお金かけて何なんみたいな、高い言うけど、でもそういう人にかけてさ、勉強にお金かけたりしようわけやんか、はいはい、俺はそれについていいだろ、同じぐらい価値があるんやでってこと。だってそんなお金使って今わさび海苔食べてるんですよ。千円生活ですからね。としてもこっちにやった方がいいと。リアルに月に何回か徐々に行くんやったら、それ我慢してでもこっちかけた方が絶対得だ。まあ確かに一回やるだけで全然ちゃうもんな。タバコと酒やっとると見てる。いや間違いない。はいはいはい、タバコ代我慢して、確かにちょっと美容にかけて、もっと綺麗になるから。ほんまに。なんか立候補してる？いや俺は俺のためにも世の中の女性が綺麗になってほしいわ。そっちでも手当たりじゃいける。確かに、まあ可愛くなりたいの手っ取り早いもん。まあ肌綺麗にするっていうのは結構でかいですよね。マジでそう、肌綺麗だけで今って印象上がりますのか。印象絶対。別人に見えるんやから、肌が白いかどうかなく別人に見えるわけ。今肌が白い方が日本人的にいいって言われてるわけ、うん、透明感があって、は
肌白くするのもさ、いろいろあるわけよ。点滴とかただ白くするやつもあったりとか、いろんなのがあるからさ、何でもある程度さ、お金出せば解決していけるような、リアルな話。まあ確かに努力しようと。歯並びとかもそうやん。歯並びは確かにしたかったもんな。怒るわけやんか、可愛くなりたいって歯が固かったら、その先直すよって話やん。俺そう思うわけ。そこ直せばいいやんって、まず1個、まあまあ、ちょっとずつ直していけばいいやんって話。俺もだってアトピーとか乾燥肌で悩んで、ほんまにその肌が汚いっていうここで、他の人と比べたらそれが欠点なわけやったけど、それをやっぱり自分で悩んで治るかどうかも分からへんわけやから、そんなところに金かけるの嫌やったけど、結局試した結果こうなったわけやから、あん時めっちゃ悩んだったもんな。だからやっぱそういうのを一歩踏み出していく、自分のコンプレックスをコンプレックスで終わらさへんっていうのも大事だと思う。今っていろんなことしたら治るわけだって、痩せようと思って痩せれるわけやんか。体重に関してはもう絶対痩せれるぞ。 その辺もそうやん、全部努力してどうにでもなる世界なんやなっていう、誰がすごいとったかじゃなくて、元からしたら綺麗だと思うけど、努力次第で人変われるんだっていう、俺はもうこれを証明してくれ。俺の YouTube 見たら分かるやん、過去の動画の俺の今の顔、整形してないからだって。確かに整形なくてここまで変われるやばくない？やっぱいろんな経験をしたっていうのもあるけど、それプラス努力したもんな。気持ちが変わるっていうの、意識鏡見た時にもっとかっこよくなるとか、もっと肌きれいにしようっていうこの気持ちが大事。それで調べるやん、調べていろいろ病院に行って先生と話をするっていう、ここの工程を踏むかどうかのさ、でかいところがネットのやつだけ調べるんじゃなくて、やっぱ聞くんやん。いやプロに聞かへんかったらわからんやん。プロに聞いたら、いやこんなの普通にこれやったら治りますよとかなるやつ。はいはいはい、確かにね。そう、簡単に治りますよみたいな。それなんか僕らとしては当たり前だと思ったのが、あ、それは知らないんだねみたいなことって結構あるっすからね。時代進んどるなと思う。俺だって最近歯医者行った時に、歯医者ですら肌きれいにする治療やったやん。パって口の周りやん。だからここから先は肌きれいにできるニキビ跡消すような治療とか、あと脂肪分解する、この喉の脂肪とかあるやん、注射打って脂肪分解する吸引みたいなとかができるらしい、歯医者で。そこまで進んどんね。だから歯医者でそこまでしてくれるんや。そう、いろんなことしようわけ、ほんまに時代が進んのやなって思う。俺は求められとんやなって。今さ、もう長生きするのは当たり前やんか。まあ確かに、どっちかって言ったらみんなある程度食べ物食べれてとかっていう時代やから、平均寿命伸びてきとうけど、うん、こっから先やっぱりいかに健康に、そして美しくっていうとこがテーマやから、だからやっぱダイエットの方法とかバズったりとか、サプリメントバズったりとかいろいろすると思うけど、気を使って努力するだけで変わりますよ、マジで。意識ですよ、やっぱ結局大事なもん。昔の動画と比べたら確かにビビるやろな。最近光知った人とか、みたいな、めっちゃ悪いのもん。顔全然違うみたいな。久しぶりに見返してみたら、だから毎回整形整形って言われるし、もう整形しとったら言うしな自分で。だから整形レベルで変われる人もおるってことやな、証明には確かになったわな。何ぼでもしたらんかい。そんなもん、何が違うねん、歯の矯正と免疫と何が違うねん。何ぼでもしたらんかい。親にもらった顔って違うで、その関係ないで。そういうの一番嫌いで、親にもらった顔やからどうぞ、親がじゃあ自分の人生救ってくれるかってなら、先に死ぬんやから俺よりと思うと、俺はだから自分の人生自分で何とかしていかな。お前さん、ちょっと復唱して。自分の人生自分で変えていかな。自分の人生自分で変えていかな。前さんが言うと薄いな。俺は自分がここまで変わって変化したことによって、コンプレックスがなかったり嫌な気持ちが減ったから、だからそれをみんなにシェアしたい。だからちょっと偏った言葉を使ったわけ。伝わらない、ちょっと尖った言葉の方が刺さるってことみたいな。この動画見た時にちょっとうざいなって思う人おるかもしれんけど、それぐらいうざい方が刺さるわけ。刺されてる、記憶に残るしね。だから俺はあえてここまで尖らしとって、目はめっちゃ優しいんやけど。マイさん復唱して、目がめっちゃ優しい。だってはっきり言うと360万人見とうチャンネルでわざわざ広角下げる必要ある？俺は。確かにないもんな。ここまでってわざわざここまで下げる必要ないけど、ここまで尖ったこと言うのは刺さってほしいから、ほんま伝えたい。この喜びを伝えたい。本当に人は変われるんだってこと。わさび料理、わさび料理食べたら肌にあかんねやから、これは食べるけど。昔なんか俺、お菓子食べれへんかったよ。お菓子食べたら肌荒れるって言わへん。まああるな、それってみんな信じとるやん。これもあると思うんだけど、俺もこういうのし始めてから、どんだけ食べてもニキビできんだって。でもそれ多分体質にもあるよね、絶対。だって昔できとったわけ、体質とかじゃん。昔できとったのに治療始めてからニキビマジできんだって。だから結局それってもう大事だよな。お菓子食べれるのは多分あんま食べん方がいいんやけどな。お菓子、まあ、食わん方がいいよな。太ったりするし、俺もやっぱりその生活習慣病とかいっぱいあるから。でもそういう好きなものが食べれへんかったっていうストレスも一緒に消えたわけ。すごくないこれって。肌きれいにしたら一緒それが消えるっていう。風が吹いたら OK やから儲かれへんだっけ言うだよ、うん、それに近いもんこう起きるんやと。連鎖、肌がきれいになったら全てが変わるわけ。まあ確かにね。だって顔が優しくなったって言われるんで。やばない。それはでも実際あるんじゃない？でもそれってさ、俺からしたら同じこと言っとって同じようにやったけど、そのだけの話で、まあ、この印象が変わってしまうんやってこと。同じセリフ言ったとしてもひどいように見えるたり、愛のある毒に見えるか、どっちかってさ、紙一重やん。それが肌綺麗なんだって、愛のある毒に見えるやったらやばくない？だからもしかしたらこの動画見てる人の人生も、まあ、例えばちょっと痩せるだけでビビるらしいって変わるかもしれないし、確かに肌綺麗さが変わるかもしれない。肌に見かれるだけで恐ろしいで変わるかもしれない。自分の予測してる一歩踏み出したことによって二歩三歩変わってしまうんだっていう。すごい、いいこと言ったな。確かにね。熱があるやん、やっぱり。ほんまやから、俺もやっぱ実体験でさ、そういう経験しようから、みんなに分かってほしいな、伝えたい、それ。こんな一生懸命言ってるからね。言ってる間に完成しました。僕はもうあとね、ここにちょっとニキビ跡とかまだあるんですよ。分かるかな。分からんと思う、もうメイクしとうからって。いやでもまああるんですよね。で、ここをもう今消したりとか。鏡はめっちゃ綺麗もん。そこはいろいろまだまだ変えていきます、本当に。完全無欠で目指します。トップですね。はい。あざっす。じゃあ、あと10分ぐらいでライブ頑張ります。やった。
うわお茶だいぶ減ったやん。楽しかったね、ほんまに。ライブももちろんそうやけど、握手会も最後して、すごい密度の濃い2時間半ぐらい。いや暑かったな。うまいのお茶が。まあでも残り半分か。まあでも半分あれば。そう、半分あればなんとかっていう。しかもプラス残っとるからアンパンが。ああ非常食。うちにはな。わさび。だから一枚残っとるから。うまっ、楽しいな、やっぱ普段せえへんことたまにするとな。確かにね、うん、いつもはボーリングとかカラオケとか映画館だけしか行かへんけど、年に何回かはディズニーランド行くみたいな、その感覚がリアルなファンと触れ合うというか反応を見れるわけやん。うまい、うますぎプラス1やそれ。うん、あでもエネルギー使い切ったな。もう9時やからな。あんま腹減ってない。でもラーメン屋見つかりました。マジ320円。ちょ行こう。でちょっとラーメン屋だけ行って田中食って食って、もう320円のクオリティどんなん、これレビューするの。確かに気になるよな。これで320円かっていうリアクションなのか、あまあそらこれ320円かなのか、どっちだろうってこと。確かに楽しみ。じゃあそこ向かいたいと思います。行きます。はい、行きました。福岡ラーメンで320円1杯。うわすごい、やばくない。やばい、行ってみますか。来ますね。めっちゃいいやん、この雰囲気。はい、ワンコインで320円。これでしょ、買います。うわ、来た来た。もうなシンプル、美味しいラーメン。美味しいやつやん。うまそう。めっちゃ早かった、届く。うわ、絶対うまそう。これやば、やばいやば、死ぬうまそう。やばい、マジでこれやばい。いただきます。これ絶対うまいわ。スープいただきます。うわこれやば。うまっ。死ぬのがいい。320円のラーメンじゃないぞ、どう考えても。クオリティがうわ細め、やばいな。これ320円、おかしいやん。めっちゃうまい、めっちゃうまい。ありがとう。うわうまそう、確かに。あめっちゃいいわ、ライブ終わりのこの感じ。これうますぎる。ごま油入るように。あれだ、なんかおかしい。320円のクオリティじゃない。うまそうやもん、どう見ても。福岡県絶対ここ行くべきやん。チャーシューも、ま、でかいもん、ね、チャーシューも。あ、マジか。うまそう、これはやばい。1000円で全然いけるな、福岡。1日3食これいけるじゃん。確かに。320×3。めっちゃいいとこやな、福岡って。うますぎる。これガチで、過去いろんなも紹介してきたけど、値段と味で言ったら一番おすすめかも。ありとあらゆる企業案件とかやってきたけど、ダントツで値段と合ってない。確かに。量もやばいもん。いい意味で合ってない、値段と。320円のクオリティじゃないもん。うわー行ってまた。お疲れ様でした。うますぎ。もうほんまに全部完全完食。いややばすぎ。寝ましょう。ちょっとどぎも抜かれるうまいな。あめっちゃうまそうやったもんな。めっちゃうまい。あの癖がないから誰でも食べれるやつで320円な。これはマジですごいな。さすが福岡博多って感じです。超おすすめなんで、福岡来た人はぜひ寄ってみてください。安いんで本当に誰でも来れるし、すごいわ。もうこれクオリティ高すぎ。普通にその辺のラーメン屋に失敗する時あるやん。そういうレベルじゃないから、これはちょっとびっくりしたな。320円なんやけど値段以上の味でした。でとりあえず今日はもう1日終わったんで結構疲れたんでね、ホテル行ってゆっくり休みたいと思います。まあ飲み物は言って残ってるんで麦茶飲んでこれ入って寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ただいま朝の5時44分、今から東京に帰ります。ラストの食事ですね、はい、朝食。近くにファミリーマートあるんでね、そこでちょっと買い物しようかなと。で髪の毛今セットしてるんですけど、実はこれから東京に戻ってすぐにねケンチムとボートレース、うわ2000万円かけます。やばいな、まあ、2人合わせて2000万。そしてその立ち会い人としてレプゼン地球の丸も見学に来ます。立ち会いに謎の3人でねボートレースを楽しむという動画を撮るんでね、頑張りたいと思います。まあその前に腹ごしらえとりあえずしますか。ラストこれや283円。これじゃあ使い切ってきます。はいはい、1000円使い切りました。合計で207円で、まあ、余ったやつ全部募金しておきました。で、まあ、買ったやつなんですけども、まず1つ目、この寒い朝にぴったし俺の大好きピザマン、セブンイレブンのピザマンが一番好きなんですけど、多分ファミマもうまいでしょ。これこれ、この暑いやつ、この寒い中で熱々のピザマン食べたらそりゃ幸せになるわ。もう全然寝てないけど、ちょっとした食事がすごい嬉しいですね。うまいもんな。いただきます。うわチーズが、チーズハットグより伸びとうやん。めっちゃうまいやこれ。ぎっしりですよね、このファミマのピザマンこんなうまいんや。ファミマ多分一番うまい。うまっ。うん、この暑いんやけど外気によってめっちゃ良くなってくる。うまっ。この時期マジでおすすめです。これ120円やから、驚きのやつさ。うまっ。現地で生活してさ、やってみたら楽しいな。昔を思い出すけどさ、昔だったらピザマン1個で我慢してとかやったや、何個も買えへんわけやから。初心に帰るじゃないけど、たまにはこういうのもありやなって思った。ということはまた1000円やってもいいということですね。さっきの一言もらいました。やってもいいけど、やらなら次500円でもいいんじゃないと思って。
1日500円生活。1000円って多すぎる。逆に。だから思った。いやもう次やるとしたらもう500円。1日の。じゃないかなと思うぐらい余裕やったな。ラスト、これ。空気清浄機のさん。これね、結構料理に使う人多いと思うんですけど、俺の場合これ、昔実家に置いてあったやつを、そのまま食ったのが始まりなんですけど。全部一気食いなんや。必ず食うのがうまいです。これね、そのまま食べる人あんまりいないと思うけど、マジでうまい。うわぁ、節約しとるやつの顔に見える。下手しい、1日何千円とか使ってたやつよりうまそうな顔したもんな。うまっ。ごちそうさまでした。いや本当に、始まった時はどうなるかと思ったんですけど、最高の1日を送りました。今から福岡の空港行って、東京戻ってボートレース頑張っていきたいと思います。まあ、月末最後にね、ボートレース出ると思うんで楽しみにとってください。マジで勝とう。じゃあ勝ちましょう。確かに1000円生活した次の日1000万生活。ギャップがね、最高や。最高、燃えてきた。マジでやろう、ほんまに。勝ちます宣言。勝たへんかと思うんだよ。いやもちろん、負けて得るもんより勝って得るもんの方が多いんやから。はい、東京着きました。じゃあもう1日1000円生活からも解放なんでね、勝利のポカリ。勝利のポカリ、クソ眠たい、マジでクソ眠たい。いただきます。めっちゃ回復する。おっしゃ、1000万かけに行こう。